今、ボホの
その本を読んでるわけよ。やっぱりね、本を読んだりそういう没入体験に行って、それでメトロポリタンミュージアムに行って絵を見ると、やっぱり全然違うよね。違いますよ。やっぱ感情が入って、感情が入るよね。ただ見るだけじゃなくて、なんかいろんな妄想しちゃうの。今日のどこがどれが一番いいんだろうか？ネットで。こうって言われるとちょっとあれだけど。ひまわりも良かったよ。ひまわりいいですよね。あれはね、私あれはね、なんか普通のひまわりじゃないから余計になんか心に残るっていうか。あれは普通のひまわりじゃない。あれはもう高校のね、あの精神状態病んでる病んでる世界がもうね、あのひまわりで溢れ出てる。私はね、なんか病んでるとは思わなかったんだけど、思わなかったんですよ。自分も病んでるのかもしれない感じないのかもしれないけどでもあれをあえてあの構成にしようっていうのが、なんかやっぱりすごい顔するんだなって思って。あ、ちょっと話があるんですけど、パッタイ、なぜ私はこのパッタイが好きなんだけど、この麺の細さを見てください。すごい細いと思いませんか？うん、そう。あの他のところで食べるともうこの 5,6 倍の太さなんですよ、麺が、はいはい、だけどこれは本当にエンジェルヘアっぽくて、うん、すごい食べやすくて、うん、なるほどね、うん、で、ちょっとこれ上に行きます、うん。ゴーギャンの絵もやっぱり隣に置いてるじゃないですか。ゴーギャンね、構図が、構図とかね、プレゼンテーションもすごいなと思ったので、メンテージが。ゴーギャンはゴーギャン、月と6ペンス読んで、ゴーギャンと僕の関係は、それは知ってるから。皆さん、それでは動画の最後の方になりました。今日の動画、タイレストラントパーズ楽しんでいただけましたでしょうか？あちらの後ろの方にはクライスラービルディングが見えます。最後までご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching my video. I'll see you next week. ミスターフィッシュの早い回復を心からお祈りしてます。バイ。